お、ビールが冷蔵庫にある。人いないよ。いや、冷蔵庫の不法投棄はまずいだろう。フロンガスがただ漏れだ。え、何をやってんだ、あのじいさん二人を。ここの解体会社の従業員じゃないの。この、まあ、他の会社のようにも見えるけど。処置型フォレスターの586スカイラインかな。最近もこのスーパーブで作ってたんだよね。そうだこれ、はい、いや、ミリはこれチェイサーかな。これが地味性でしょ多分。潰れてんじゃないかな。いや、まあ多分だってこの状況だと経営はできないでしょうからね。あ、現状だともうここもなんか埋まってるけど。インターネットのボランティアなんです。使ってないのかも。あ、こっちはもう車がぺちゃんこに潰れて原型が分からなくなってる。まあ家は住んでるんでしょうね多分。ないでしょう。え、どれ？こっからさ、こっから入ってる。いや、家ではないでしょう。多分小屋として使ってるかもしれないけど。これね、昔電気ついてたけどな。あとなんかカメラもついてるから実はいたりして。防犯カメラ作動とか書いてあるな。まあ泥棒が来る可能性もあるからな。誰もいないよね。電話ナンバーの何だ。